今日はむきエビのエビマヨを作っていきます。片栗粉を入れて洗っていきます。洗ったらキッチンペーパーで水分をちゃんと取ります。水分でね、水分をね。よし、はい、衣ができました。これにはね、小麦粉とケチャップと塩が入っています。この中にエビを入れていきます。それでエビを焼いていきます。よーくこれを和えといてくださいね。よーく和えてね。こんなもんかな。なじませてね。はい、エビマヨのタレを作っていきます。ヨーグルト。ヨーグルトたっぷりね。あとは、このキャップの黄色いマヨネーズ。これを入れないとダメなんですよ。これもたっぷり。こんなもん。これを混ぜていきます。はい。ここまでなれば最高です、もうこれ。味見てみますか。うわ、うまい。最高です。エビマヨ。ではね、エビマヨのエビを焼いていきます。いい感じに焼けてきましたね。最高ですね。美味しそうです。あとはヨーグルトとマヨネーズのタレに絡むだけです。あとここにね、秘密の液体を注ぎ込んで、はい、そしたら熱いうちに絡めていきます。絡めて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 、美味しいエビマヨ。美味しいエビマヨの完成です。一つ味見してみます。いただきます。うん、うまい。最高です。パセリを振りかけて完成です。金魚ちゃん風エビマヨ。金魚ちゃん風エビマヨできました。